越し条例改悪廃案、また出してくるんだとしたらちゃんと議論は尽くせ。ねえ、どんな弾圧亡者で、ねえ、一般庶民のことを見下してて物を言う権利なんてもったいないと思っていたとしても、いや、だとしたら余計にだよ。ねえ、見下してる庶民とちゃんと対等に渡り合って決めろ。それが筋だろ。こそこそと後ろから決めんな。盛りかけで騒がしくって運動が動けないっていうタイミングもちゃんと分かった上でやってんだ奴ら。いやらしいんだ、いやらしいんだ、いやらしいんだよ。姑息なんだよ。そうやってこっちの事情も読みながら裏からいきなり出す。ねえ、パブリックコメントは知らせずに出す。そしてパブリックコメント募集したけど皆さん送ってこないから知りません。決めちゃいます。警視総監同席です。皆様ご苦労様でした。議員先生は我々の下僕ですから、僕に盾つくと逮捕しちゃうぞ。ふざけんなよ。ねえ、なんか右往左往なさってる方おられる、よく聞きなさい。明日の本会議採決なんてもったいねえ。全員退席だ、全員退席。ねえ、小池百合子一人残して退席しなさい。でですね、私盛んにね SNS 上とかで都議の各党の都議に、ファックスで採決造反ね、特に都民ファーストの会、造反を呼びかけ、であと民進立憲会派の人たち決して賛成に回らないでくれと釘を刺す、でこのファックスどんどん送りましょうと言いましたけど、私ね明日の採決を控えてやっぱりね反対すべき立場でちゃんと反対表明してないところにもね今更ながら山のようにファックス、明日朝起きたら朝事務所行ったらびっくりみたいな感じになってなきゃおかしいと思います。日弁連で皆さんこれ意外だと思いません？自由放送団の方々すげえ頑張ってんですよ。私も自由放送団の方のね情報がなかったらこうして動いてないですよ。これやばいと思ってそれを受けて動いてるわけですから。だけど本来動くべき日弁連です。これがまだねなんか私の情報が古いのかもしれませんけど、なんか声明かなんか出しました？出してないんですよ。で日弁連にも皆さん今更ながらですけどねえ、これに対してこの瀬戸際の状況でなぜ非難声明を出していただけないのかと、これ疑問をぶつけるべきだと思います。当然の疑問です。であとね昨日ね少し変わり種のところがすごい、ま、ものすごく真っ当なこの迷惑防止条例の反対声明を出しているということで水商売の方々のねキャバクラユニオンという、奥さんもいねえよ、ね、キャバ嬢の方々の労働組合の反対声明を私取り上げました。でもねその水商売の方々がねものすごく真っ当なこの条例の改悪案に対する非難声明を出しているにもかかわらず、連合さんどうしたんですか？労働運動潰しに他ならないですよ。ですからね物を言うべき時に言ってないところに対してもね本当に明日の採決前にしてね、これちょっとファックスとかで疑問ぶつけるべきだと思います。私これちょっとね我々市民の側も黙ってちゃいけないと思います。労働組合が労働組合足りえてないだろうと、あと放送会の人間として
しかも弁護士っていうのは我々の側ですからね。あ、もちろんあの裁判官だって我々の側じゃなくちゃいけないわけですけど、あのだけど一番我々に直接的に我々の側な立場の法曹界の人間って言ったら弁護士じゃないですか。そこのね、最大団の団体ですよ。これが何の声明も出してないのはおかしい。であとですね、これに関していろいろ言う向きもあると思いますけど、私本当に言わせていただきます。あの立憲主義を掲げている立憲民主党だからこそ、そして党首である枝野さん弁護士であるからこそ、個人的にも声明を出してほしいし、そして党としてきちんと声明を出していただきたい。これはね、本当にね、あの支持者であるからこそね、ね、直接的な支持者の方は余計です。あの余計に執行部に対して物言わなくちゃダメです。なんでですか。ど真ん中の憲法違反に対して何の声明も出さないのはなんでですか。これ明日の採決前に絶対に言わないといけません。ですから民進党、個別の議員だけじゃなくて本部に対しても私はね、あのファックスを送るべきだと思います。あの特に枝野幸男さん、一弁護士としてどう思われてるのかってことはね、これあの本当に何と言いますかね、私ね、残念に思うことが一つあります。ここにお集まりの人間方々でもね、すごく残念に思われてる方多いと思うんですけど、あの中村博士が委員会採決で賛成してしまった時です。で彼は民進立憲会派の人間ですけどね、NHK はここぞとばかりに立憲民主党も賛成だと取り上げましたよね。ねえ、当たり前です。ことあるごとにあら探したくてしょうがないんですから、そうなりますよ当然ね。えでそれに対してね、そのニュースを上げた人間などに対してね、立憲民主党の非常に熱心な支持者の方がね、わざわざネット上で SNS とかで検索してね、立憲民主党のね姿勢を批判している人間を、立憲民主党も、いや中村博士は民進党の人間で立憲民主党じゃないから、あんたはデマを流すなってね、なんかあのまめにね、それも一人や二人じゃないんですよ、まめに検索しちゃそういった書き込みを見つけてね、噛みついて回ってる支持者の方々おられました。だけどね、問題はそこにあるんじゃないんですよ。民進立憲会派っていうことは、片割れである立憲民主党は、少なくともですよ、片割れである立憲民主党は立憲主義を掲げてる政党なんですよ、ね、そこに半分の責任がないわけがないんですよ。でただ責任を糾弾してるだけじゃありません。それについてどう考えて今後どうするべきだと思ってるのかっていうことは絶対に言わなければいけません。で支持者であるんだったらこれは言わせなければいけません。私はあえて言わせていただきますね。そこまでして、で民進立憲会派の都議の皆さんに言いたいんだよね。そんなね、あなた方かばうためにね、中村博士は民進党の人間だってね、ね、わざわざ念を押すためにね、ちまちま検索かけて探すぐらいに熱狂的な支持者がいるんじゃないか。彼ら何を期待してるんだ。あなたたちに立憲主義を守ってほしいって一路の望みを託して支持してんでしょ。そうじゃないんですか。憲法を守れっていうことを、憲法を守ってくれるっていう一路の望みを託して支持してんじゃないんですか。その熱狂的な支持者に対して今何もアクションを起こしていないことは裏切りですよ、裏切り。ねえ、そのことも肝に銘じてくださいねえ。そしてし、ね、ネット向こう側の支持者の方々にも私言いたいねえ、支持者はねえ、支持する対象にとって頼れるうるさ方でありなさい。あなた方は信者ではない。
頼れるうるさ型でありなさい。道を間違ったらうるさくせつく、うるさく言う。頼りになる心温かい批判者でありなさい。私はそれが言いたいです。だからもう時間がないです。もう4日経ちました。立憲民主党の公式のツイッターアカウントで本部は反対ですが、今トレントは議論中です。即刻声明を出しなさい。立憲民進会派、ねえ、即刻声明を出しなさい。